プロボクシング WBO 世界スーパーフライ級王者中谷潤と25イコール MT が来年中のバンタム級転向世界3階級制覇への意欲を示した30日都内のあウあウスタジオでエキサイトマッチ SP の番組収録にゲストとして出演9月18日に計3度のダウンを奪って判定勝ちしたアルヒコステスメキシコとの初防衛戦の映像を見ながら自身の解説で振り返った 昨年10月に WBO 世界フライ級王座を返上し、今年5月に WBO 世界スーパーフライ級王座を獲得し、初防衛にも成功。世界2階級制覇王者となったが、バンタム級転向の意欲はありますし、それを見据えて練習もしています、と現状報告。次戦からのバンタム級転向も視野に入れていることも明かした。同級は WBA 王者が井上拓磨、27イコール大橋。 WBC 王者がアレハンドロ・サンティアゴ、27イコールメキシコ、IBF 王者がエマヌエル・ロドリゲス、31クエルトリコ、WBO 王者がジェイソン・モロニー、32イコールオーストラリア、となり、番組内でも王者名が挙げられた。中谷は、みんな力がある世界王者ばかり、誰であってもやりたいなと思います、と自信を示した。なお、バンタム級転校のタイミングは陣営との相談の上、 決断するという。次戦は来年2月頃をイメージし、今月23から25日までは神奈川・相模湖カントリークラブで走り込み合宿を行った。すでにフィジカル練習も進んでおり、来週には実戦練習にも入る見通し。そして年明けには恒例の米ロサンゼルス合宿に入り、支持するルディ・エルナンデストレーナーのもとでスパーリング中心のトレーニングに臨む予定だ。中谷は試合が終わり、 ほぼ3ヶ月、実践練習をやっていませんでした。早くやりたい、と気持ちを高揚させていた。